お疲れ様です。本田です。今日も信長の野望波動を実況していきたいと思います。チャンネル登録をお願いいたします。本日はですね、はい、付箋はもう古いというところで、今の流行はですね、立ちんぼだというところになっております。はい、これどういうことかと言いますと、まあ、付箋って結構話題じゃないですか。まあ、このゲームの良くないところなんですけど、攻めたら怒られるっていう。で、怒られてるうちに嫌になってやめちゃうみたいな、あるじゃないですか。昔から話題になってたんですけど、最近はですね、付箋じゃなくて、ちゃんと相手と戦おうということになってるんですけど、勢力を守るために、もう集中させて、もうこう待ち伏せさせて、そしてですね、相手から守る。そして結局戦線動かないみたいなのがですね、流行しているかなとは思います。で、まあ、僕のサーバーだけかな、僕松永っていうところにですね、5サバの、2の5っていうところにいるんですけど、ここでめちゃくちゃ人が集まってるんですよ。ほら見てください。こんな感じですね。めっちゃ人集まってて、で、それで敵の勢力がですね、攻められないようにしているというところです。で、これどういうことかというと、情勢的にですね、すごいんですよ。ちゃんとですね、これ、今まで全然ダメだったんですけど、3位に上がりました。すごい頑張りで。はい。頑張りで上がってきたのは何かっていうと、まあ、織田家っていうところがですね、内紛しちゃったんですよね。はい、告発で。有力一門を告発して、でその有力一門はやる気をなくしたり、引退しちゃったりして。うん。で、それで、内部紛争の隙に、この松永家が、統一された動きで、戦線を押し上げていった。本当それはすごいなっていうところなんですよ。で、じゃあでもその統一された動きって何かっていうと、こうやってですね、集団で、こう、人の壁というかですね、人の塹壕みたいなのを作って、まあ、第一次世界大戦の塹壕戦じゃないんだからって感じです。こうやってですね、はい、塹壕を掘って、こう、睨み合ってですね、で、そこを人の壁にして攻められないようにして、蓋を塞いで、で、それ以外のところでやっていくというところですね。と聞くとですね、すごい聞こえがいいじゃないですか。会だったチームがこう一丸となって命令を守ってですね、最適解をしてこう勢力を広げていったっていうと、ものすごい聞こえはいいんですけど、ただそれですね、見てみると、この人たち何かっていうと、あれなんですよね、待ち伏せしてるんですよ。自分たちの兵力をですね、こうやって置いて、でずっとこう待機させるんですよね。でそれによって、待ち伏せさせます。それによって、もうあれなんですよね、こうやって舞台待機させて守ってるんですね。これのいいところはやっぱりこう集団の数の力で守れると、敵が攻めあぐねるというのはすごい素敵だなと思います。唯一悪いところがあって、それ何かっていうと、これをしてる人たちは楽しめないっていうのがあるんですよね、ゲームを。はい、もともと自由度がそんな高くないゲームなのに、ユニット1部隊増やすのに5、6万円必要だと言われているこの貴重な1部隊をずっと貼り付けて、もうゲームを遊べない代わりに敵から守るみたいなことをしているというところなんですね。結構このゲーム考えた人は、まあ、付箋はまあしょうがないけれども、まあ、結構取った取られたの戦いをどんどんやってほしいです。まあ、それもあってのこれ大名家支援だと思うんですよね。で、全大名家の支援によって、はい、この維新の割合によってこの軍令書とかでバフをくれて、どんどん戦ってくださいねと。これですね、バフがないと結構ですね、戦いが厳しい中で、これによって、弱い一門たちは数の力で勝ってください、ね、どんどん攻めてくださいねっていう、こうゲームのデザインをしようとしたと思うんですよね。で、そして何が今起きてるかっていうと、こうやってですね、人で蓋を塞いで、各所に、戦線の各所に。で、それで、はい、攻めづらくして、っていうところなんですよね。で、軍令書何枚あっても意味ないやんって感じなんですよ。なぜかというと、この人たちは軍令書を使ってないから。で、同じ箇所にいるので、メッシ方向みたいな感じなんですよね。で、まあ、噂ですよ。噂レベルではあるんですけれども、まあ、噂レベルではあるんですけど、なんかですね、待ち伏せしないと告発しますというふうにも言われてると言います。噂ですよね。そんなことないとは思うんですけど、待ち伏せしないと、で、舞台を出さないと告発しますよ、みたいな風に言われてると言われています。まあ、それなので、果たしてですね、もう、ゲームを楽しめずにいるんですよね、やっぱね。で、それがもし本当だとするならば、まあ、もう告発機能によって、こう、
戦力をですね、こう自分の部隊をメッシ奉公させて、もうやってるというところになるんですよね。あんま健全じゃないかなとは思いますけど、まあ、これによって何がデメリットが起きるかというと、まあ、そもそも楽しくないじゃないですか。楽しいんですかみたいなふうに全体チャットの方で、あの松永さん楽しいんですかってこの前言われてましたけど、多分やってる人楽しくないと思うんですよね。この戦力差で、僕の友達もこのゲームやってるんですけど、なんか戦々膠着してやることなくてつまらんって言ってるんですよね。で、このリーダーの人、ここで待てっていう指示してる人は、まあ、例えば企業で言ったら優秀だと思うんですよ。なぜかというと、それが最適解だから、ちゃんとこう各部門から、リソースを割かせて、そしてちゃんと線を塞いで、あの軍団の勢力を塞ぐっていうところにおいては、めちゃくちゃ優秀なことをしてると僕は思います。思いますが、これゲームなんですよね。はい。取った取られたって、取られて悔しいとか取って楽しいみたいなの含めて、この快感要素の繰り返しで楽しむわけじゃないですか、ゲームって。で、そういうことを全部塞いでやるっていうのは、あんまりよろしくないですね。で、これリーダーを攻めるのも良くないなとは思っていて、そういうゲームデザインにした方が悪いですよね。それが最適解ですって。で、最適解をすると、もうみんなの自由を塞いで、そしてこう、まあ、告発機能を使って、まあ、ね、ちゃんとこう権力を集中させながら、その地点を守るっていうのは最適解になるっていうこと時点でね、なんかちょっとゲームデザインいけてないなと、まあ、ゲームのせいにしちゃうんですけれども、皆さんいかがお過ごしですかね。本当に、まあ、どうなんですかね。まあ、こういうことって、ごめんなさい、僕、光栄さんから直接っていうかな、お仕事をもらったり、まあ、ライティングとかしてるんで、もうこのゲームの実況始めてから、結構ね、僕、こんなに光栄信者で、10代、20代の頃から光栄にめっちゃお金使ってきて、もう目輝かせるぐらい光栄大好きなんですよ。で、ゲームをめっちゃやってきて、で、毎年20、30万は光栄ゲームに使ってると思うんですよね。で、ウィニングポストとかも、太鼓リシデンとかもスイッチとスチーム両方で買って、で両方で結構ウィニングポストのフルセットで毎年買ってるんですよね。だからまあそれで2、3万円ぐらいをね、スイッチとスチームで買ってみたいなことを全ほとんど全部のゲームやってるし、もうね、無双シリーズまで手出してるわけですよね。でね、ゼルダ無双とか楽しいとかね、ファイアーエンブレム無双楽しい、光栄さん最高みたいな、ここまでの信者で結構良好的な環境を築いてたんですけど、この実況を始めてから運営しっかりしろみたいな、ちょっと悪口めいたこと言ったぶんめっちゃね、腹立ってるっていうかね、嫌われ始めてんじゃないかなって節がもうひしひしと感じますね。別に運営なんとかしろとかいう、そんな上から目線なこと言いたくないですよね。お互い働いてるみんなで、みんな一生懸命やってるって言いたくないですけど、なんでこんなゲームデザインにしちゃったんですかね。告発にしても、こう待機するのが最適解にしてもみたいな感じがあってね。で、結構声ってね、ゲームファン多いんですよ。で、なんだっけ、もう声が好きでゲームを始めましたみたいな人めっちゃ多いんですよね。まあ、任天堂の桜井さんもそうだって言いますし、もう各所に声が好きでゲーム業界入りましたって人めちゃめちゃ多いらしいんですよ。今、中堅で頑張ってる人とか、ね。若い人はまたちょっと違うのかもしれないですけどね。でも、特に今、こう、30、40の人で、声が好きだからゲーム業界に入った人とか多い中で、で、僕も、まあ、ゲームライティングのお仕事したり、ゲーム実況、こんな感じでね、半分遊びみたいな感じでやってたりとかね、そういうのに引っ張られてるぐらい光栄の影響が強くて、こんなにも光栄好き好きの実況だけしたいのに、この波動を始めたばっかりに、ねえ、なんでこんないつもしっかりしろみたいな、こう偉そうなこと言わなきゃいけないのかなっていうか、言わなきゃいいじゃんって感じなんですけどね。で、他の実況者たちもどんどん波動から離脱していく中、こんな生半可な、ね、お屋敷レベルも、ね、低いし、もう武将レベルもシーズン2終わりなのに、38、40ぐらいのこの程度の僕がですよ、はい、一人続けてるせいで、で、それでなんか、僕だけずっと悪口言いまくってるっていうね、本当に、どうなってるんですかね、僕は。っていうかもうね、このゲームはっていうのは思うんですけど、まあね、
このゲームのちょっとスクイッドとしてはシーズンごとにガラッと変わるよって宣言しているので、シーズンが変わったらきっといいことがあるに違いないって僕も含めていろんな人がこう希望を持ちながら、あと何ヶ月耐えたらきっと楽しくなるっていう、そういうのを夢をかけられるのがこのゲームのいいところですよね。次になったらガラッと、はい、九州編になるとか東北編になるとかして、きっと次こそは、きっと今こんなだけれども裏ではすごいことが進んでるに違いない、すごい部署が出るに違いないみたいな夢をかけて次のシーズン待てるっていうのは、それはすごい素敵なゲームデザインだなと最後に一つ褒めておきますね。はい、まあ、5月多分26、29かぐらいかなにはもう次の多分シーズンの順位が決まると思うんですよね。だからあと2週間ぐらいしか戦えないんですけど、その2週間耐えればきっとあの坂を登れば海が見えてすごい星が見えるのかなと思うと期待しているところではございますね。といったところです。はい、すいません、ちょっとだらだら長くなりましたけど、まあ、今日はですね、こんな感じで我が松永家の待機してですね、あの待機しないと告発するぞという、もうめっちゃね、何のためにゲームしてんだろう集団の僕はね、ちょっとで待機しなかったんですけど、まあ、そんな感じで待ち伏せ集団を見ながら、はい、メッシ歩行しているね、ゲームのすごい人たちを見ながら待ちたいと思います。本当にお疲れ様です皆さん。というところでありがとうございます。失礼します。